第101回を迎えました全国高校サッカー選手権沖縄県大会の決勝戦です。大会連覇なるか、白のユニフォーム西原高校、2年ぶりの選手権県3冠まであと1つ、赤のユニフォーム那覇西高校。さあまずチャンスをつかんだ西原、そのまま狙ってきた、バーに当たってかき出しました。このプレーです。クロスバーですね。そうですね。しかしまず立ち上がりチャンスをつかんだのは西原高校です。キッカーは4番の平龍樹か。この4番の平が左利き、中、さあこれもボールがこぼれてシュート、決まった。前半8分、先制は白のユニフォーム西原高校。前半の8分で1対0としました。いや、赤嶺さん、はい、まず最初セットプレー直接狙ってきました。そして2本目のセットプレーでついに得点に結びつけました。いや、ここも体を入れましたがスリッとかわし、さあ14番の国吉が運ぶ、国吉が運んで山川から遠山、弾かれた、シュート、ディフェンスに当たりました。さあ胸で下げて8番の山川、チーム最多4得点を挙げています。山川が仕掛けるか、ゴール前には遠山もいます。さあ、ここはシュート、キーパー正面こぼれた、ゴールがこぼれてライン終わりました。シュートまだいけてるので、そうですね、あともう一歩ですね。去年の悔しさを胸に今年は県内3冠まであと1勝としている那覇西、シュート決まった。9番の遠山、2年生エースの得点が生まれました。後半の33分、同点ゴール、ついに那覇西高校同点に追いつきました。ここでライン終わって、ここで後半終了のホイッスル、勝負は延長戦へと移ります。そうですね、準決勝ではダイビングヘッドをアシストしたというアシストのシーンもありました。シュート、これは決まった、シュートが決まった。延長戦前半の終了間際、西原10番の金島のシュートが決まりました。もう那覇西としては時間がないので、いかにゴール前に早く、まあ、今もロングスロー投げますけど、ゴール前で何か起こすことが大事かもしれないですね。そうですね、しかしここも集中してクリアをする。さあ浮かせた、ゴール前シュート決まった、同点ゴール、同点ゴール、同点に追いつきました那覇西高校。延長戦の後半、13番途中出場高峰城、守備の対応は西から、そしてボールを前に送る。ここで延長戦後半終了のホイッスルが鳴りました。勝負の行方は PK 戦へともつれ込みます。両チーム応援団の声援がこだまする中での PK 戦。止めた、24番の浅戸。西原高校4人目、止めた、止め返しました。止めた、キーパー浅戸大志、目をつむって精神を統一します。決まった、西原高校2年連続5度目の優勝。 PK 戦制したのは西原高校。